大正10年頃の、阿久波神社新によと御阿久波神社は、静岡県藤枝市藤枝五丁目に鎮座する神社、式内社。社殿によると、阿久波神森は、仁徳天皇6年、阿久波号の鎮護の神として祀られた。かつて山須その小石の周りから清水が湧き出て諸病に、霊言があったと伝えられ、瀬戸川の水害から人々を守る神として、川寛大明神と称えられた。 毎年の霊祭のほか、3年ごとに大祭が行われ、13代の出しで賑わう。悪波神森の新域は、静岡県選定の、ふるさとの森百選の一つとして、選定を受けている。境内には次の2社が鎮座する。2020年6月19日、悪波神社大祭の奉納踊りは、藤枝塾周辺の文化財群である、田中城、田中城、本丸矢倉。 大慶寺のコの松、瀬戸の染藩、東海道松並木と共に、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、ヤジさん北さん、寸州の旅から国慶本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、厚生文化財の一つに認定された。写真集、明治大正書は藤枝ふるさとの思い出75、八木博之、野本寛一著。 図書館公開、1980年、国立国会図書館、蔵書、2019年3月22日閲覧、現松子の記憶、悪波神社、2016年7月31日閲覧、縁起式神社の調査、悪波神社、2016年7月31日閲覧、ストーリー94日、本書、旅ブームを起こした、ヤジさんきたさん、 寸州の旅令和2年度日本遺産に認定されました。ありがとうございます。